親子の名作読み聞かせ本「冒険話」「目一つごろ」昔々のことです一艘の船がたくさんの荷物を積んで港を出発しましたところが途中で風の向きが変わって船はどんどんと流されてしまいました何日も海を漂って歩くたどり着いたのは見知らぬ島の見知らぬ入り江 島は薄そうとした緑に包まれています。ここなら水がありそうだな。船の飲み水がすっかりなくなっていたので、一人の船乗りが桶を持って船を降りました。森の中に入っていくと、ありました、湧き水です。船乗りは喜んで、まず一杯の水を飲み、それから夢中で桶に水を汲みました。すると、おやおや、うまそうな人間が勝手にわしの水を飲んでおるぞ。目がが一つしかない大男が 船乗りの後ろにぬーっと現れたのですわあ、ひと目一つ五郎だどこかの島に目一つ五郎という人食いの大男がいると聞いたことがありましたわあ、わしを食わないでくれ目一つ五郎は船乗りをムンズと掴んで山の上に登っていくと崖の下にある大きな穴の中にポイッと放り込みました <laughs> こいつを串刺しにして丸焼きにしよう 目つ五郎は穴の中で火を焚き木を削って串を作り始めました何とかして穴から逃げなさなくては船乗りが辺りを見回すと穴の中には馬がたくさんいます目一つ五郎に放り込まれた馬でしょうそうだ思いついた船乗りはそーっと焚き火に近づき中から真っ赤に燃えている薪を一本取り出して目一つ五郎の一つしかない目にいきなり突っ込みましたギャー ものすごい声を上げ、目一つ五郎は手探りで船乗りを捕まえようとしましたが、これも馬、おっとまた馬だ。船乗りは目一つ五郎の大きな手をかいくぐり、馬の間を上手に逃げ回りました。人間目、どこにおるよし、馬を全部穴から放り出してしまえば人間だけが残るだろう。目一つ五郎は馬を一頭ずつ穴の外に放り出し始めました。船乗りはこっそり一頭の馬の腹にしがみついて隠れました。 目一つ五郎はそれには気づかずポーンと船乗りごと馬を穴から放り出しましたドシンと外に投げ出された船乗りは大急ぎで逃げました途中さっきの森の中の泉まで行くと桶が転がっていました桶いっぱいに水を汲み船乗りは仲間たちのところへ一目散に走っていきました